どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はですね、新パックのお勉強会詳細版ということで、生放送で、お勉強をちょっとしたんですけれども、エクシーズモンスター、ちょっとですね、解説しておかないといけないなと思って、環境多分結構変わるんですよ、この新しいパックで。で、新しいエクシーズモンスターが、どういうデッキで活躍するのかとか、どういうところが注意点なのかっていうのをちょっとまとめてきたので、エクシーズモンスター SR 以上のね、エクシーズモンスターに限って今回はちょっとですね、詳細解説をしていこうかなというふうに思っております。ちょっとアーカイブをね、見ていただいた方であれば、もしかしたら、同じ説明になっちゃうかもしれないですけども、やっていきましょう。まず最初は、深淵に潜むもの。このモンスターね、あまりにも強いですね。汎用。アホほど強い。レベル 4×2 ですよ。このカードが水属性モンスターをエクシーズ素材として、いる場合は、自分のフィールドの水属性モンスターの攻撃力が500アップしますよ。で、1ターンに1度、エクシーズ素材を取り除くと、このターン、相手は墓地のカードの効果を発動できないと。で、この効果は相手ターンでも発動できるという、誘発即時効果になってるんですけれども、これ、何が強いかっていうと、墓地の効果全部無効になるんですよ。なので例えばですね、西岸デッキの太古の白石の効果、あれエンドフェーズにブルーアイズを出すっていう効果無効になります。で、聖騎士の例えばギネビアとかね、ギネビアはあれ墓地から装備するっていう効果なんですけど、あれは無効にできますね。で、豪気の、戦闘破壊された場合とか、墓地を置かれた場合に、なんかリクルートじゃないよ、サーチできるっていう効果、違う豪気を、あれも無効になるし、あと召喚魔術の回収効果とかも無効にできます。これね、 OCG でも現役でデッキに未だに採用されているほどのカードなんで、めちゃくちゃ強いんですよ。で、どんなデッキに採用されるかなって考えたときには、まずね、オノマト。オノマトは、明らかに環境デッキ、トップのパワーになるかなと思ってるんですけども、オノマトとか、あとサメの領域とか、マーメイルサメの領域デッキみたいなのとか、あと武人とかテラナイトとかガジェットとか、レベル4が出てくるようなデッキであれば、大体どれでもね、入ってくると思うんで、このモンスターは1体ゲットしておいていただきたいと思うんですけども、使い方としては結構簡単で、オノマトで展開して、例えば先行で、今までオノマトデッキとかって先行でやることなかったんですよ。なんですけども、これを出して、で、先行で効果を発動して、墓地の効果全部無効にしていくと。相手のドローフェンスなんかに打ってね。で、サメの領域であれば、例えば、ディーバーとか、ディーバーから出して、で、ディーバーから重装兵とか狙撃兵とか出してきて、で、サメの領域して、44にして、エクシーズして、で、これ何が強いって、この効果フリーチェーンなんで、しかも水属性なんで、水属性モンスターの効果によって重装兵とか狙撃兵をフリーチェーンで墓地に送ることができるんですよ。そうすると、フリーチェーンで相手のセットカードを破壊したり、フリーチェーンで相手のモンスターを破壊したり、しかも墓地の効果使えないっていうことができるんで、めちゃくちゃ強いと思います。で、使う時の注意点なんですけど、発動を無効にする効果ではないんですよ。なんで、発動にチェーンしても無理です。例えばですね、フリーチェーンの聖剣を聖剣を導く未来だっけ、なんか未来、ですね、聖騎士のとかマーリンとかってあるフリーチェーンなんで、実質あれ無効にできないんですよ。要するにこの効果にチェーンして相手に効果を打たれたりとか、あとそれから相手の効果にチェーンしてこの効果を使っても結局無効にならないんで、なんでフリーチェーンのなんかカードにはちょっと注意したいところですね。はい、だからもうそういうのを墓地に送られる前に使っちゃえばいいですけどね。で、今のリンクスでは墓地発動すごい多いんで、このカード採用率はかなり高くはなりそうです。はい、なので絶対1枚入手しましょう。さあ、お次はこいつ、フォトンストリークバウンサー。めちゃくちゃ強いですね、ランク6。汎用レベル 6×2。一旦に一度相手のフィールド上でモンスターの効果が発動したとき、このカードのエクシーズ素材を一つ除いて、その効果を無効にして相手ライフに500ポイントのダメージを与えると。これ半分以下の被害者なんで、本当は1000ライフなんですけどね、ダメージ500になっちゃいました、リンクスでは。で、このモンスターは、多分ですね、オノマトデッキとかサンドラデッキとか、ヘイズとかデッキで活躍できるんじゃないかなと思ってます。ランク6なんでね。で、使い方の例なんですけど、またね、これね、オノマトデッキがね、すごいね、活躍できると思うんですよね。シスター、ガガガシスター、あれレベル変更できるんで、番長とかシスターと一緒に出して、先行で一妨害、フォトンストリークバウンサーを、立ててね、っていうこともできるし、あとサンドラデッキでもね、雷獣と、なんかレベルコピーとかあれば、簡単にこいつ先行で出せると。でね、サンドラデッキだと、フォーカスフォースっていうのが多分、結構入ってると思うんですけども、今の、デッキの中に。あれと比較するとね、結構ね、
なんだろうな、採用が難しくなる、一長一短なんですよ。実はフォーカスフォースができない部分がフォトンストリークバウンサーではできるし、フォトンストリークバウンサーができない部分がフォーカスフォースができるみたいな感じなんで、役割が被っているようで異なっているんですね。バウンサーは直接効果に遅延しないといけないんですよ。効果が発動した時無効にできるっていう効果なんで、例えばですね、サンダードラゴンデッキとかだとレビオニアを出すときに、レビオニアの効果にチェーンして、墓地から除外したライデンの効果とか雷獣の効果とかが発動すると、チェーン1レビオニア、チェーン2ライデンの効果となるんですよね。そうすると直接チェーンできない関係上、レビオニアにフォトンストリックバウンサーの効果が発動できないんですよ。だから無効にできないとか。でだけどフォーカスフォースだったらフリーチェーンでレビオニアの対象を取って無効にできるんで、実質レビオニアの効果無効にできるじゃないですか。だからそういう違いはあるんですよ。だけど今度は逆にフォーカスフォースではエクシーズモンスターの効果とか下級モンスターの効果とか無効にできないじゃないですか。例えば聖騎士のエクシーズのアルトリウスの効果、モンスターを破壊するよって効果、あれエクシーズモンスターなんで無効ができないんですけども、下級モンスターの効果とかもそうですよね。例えば召喚しアレイスターを召喚してアレイスターの効果って言ってもフォーカスフォースでは無効にできないけど、フォトンストリークバウンサーであればフィールド上のモンスターなんでも効果は無効にできるんで、下級モンスターであろうとエクシーズモンスターであろうと無効にできるんですよ。だからちょっとですね、似ているようで意外と守備範囲が異なっているっていう感じなんですよね。だからその採用はどっちもできるんだったらどっちもしといた方がいいんですよ。フォーカスフォースもフォトンストリークバウンサーもなんですけど、どっちがいいかとは言えないね。だからどっちも積めるのだったら積んだ方がいいし、そうで ないんだったら環境と相談して積んでいただきたい、そんなカードになってます。さあお次はゴーストリックアルカード、こいつはレベル3の、モンスター2体で作れる汎用のランク3セットカードを、ね、割れます。ちょっとゴーストリックのね、効果ついてるんですけども、ゴーストリックの名付いたモンスターか、裏側守備表示モンスターは、このカード以外の、そいつらを守ることができる、攻撃対象にできないと。でこのカードのエクシーズ素材を取り除くとセットカードを割れるよと。で、1ターンに、一度なんですけれども、そのセットカードを割る効果はね。で、このカードが墓地に置かれた場合、自分の墓地にこのカード以外のゴーストリックがあれば回収できるよっていう効果。だからゴーストリックがねちょっとねパワーが弱いんで、ただ、ランク3立てるって言えばやっぱ磁石ですよね。磁石デッキこれにはね入ってくると思いますね。セットカードを割るっていうのがちょっと難しかったんですけど、今まではランク3でなんですけど、ほら銀霊のなんか巨神だっけ、あれでなんか封じるみたいなことはできたけど、なんかああいうのと同じような感じでセットカードを割るっていうねことができるようになったので、ゴーストリックアルカードもしかしたらまあ磁石には1枚ぐらい入るんじゃないかなというふうに思ってます。なので磁石デッキ組んでる人はまあ1枚取っといて損はないかなと。まあ磁石デッキ組んでない人もね、ランク3でアルカードって結構有名なんで、まあ1枚は取っておいてほしいカードではありますね。はい。でね、こいつが問題児なんですよ、新パックの。インベルズローチ。このモンスターがめちゃくちゃ厄介な効果で、効果すげえ強そうなんですよね。レベル 4×2。まあもちろん強いんですよ。レベル 4×2 で、このカードのエクシーズ素材を一つ除いて、レベル5以上のモンスターの特殊召喚を無効にして破壊すると。これね、全部特殊召喚、無効にできるわけじゃないんですよ。実は。こいつもね、守備範囲があって、先行でこいつ立てるとすごい強いモンスターではあるんだけど、そうだな、どっち説明しようかな。例えば、シンクロモンスターとかエクシーズモンスターとかって、まあ、普通にエクストラデッキから出てくる。あいつらは無効にできるんですよ。あれね、例えばじゃあ、エクストラデッキからライキリが出てきました。チドリーが出てきました、みたいな。エヴァリーが出てきました、みたいな。そういうのは全部、効果を無効に、効果じゃないや、召喚を無効にできます。はい、特殊召喚を無効にできます。なんですけれども、効果による特殊召喚と、条件による特殊召喚っていうのが遊戯王にはあって、例えばですね、レビオニア。レビオニアは、あれ、墓地から光と闇を除外するか、光だけ、闇だけを除外して、するかで、特殊召喚するっていう、あれ、条件による特殊召喚なんですよ。これ、条件による特殊召喚は無効化できます。まあ、言い換えるのであれば、召喚のためのルールみたいな。召喚のためのルール。ルールによる、なんかその特殊召喚、まあ、チェーンを組まない特殊召喚っていうんですけど、別名。なんかその、ライゴーリュとか、レビオニアとか、あと、海辺の騎士、カオストロジャーとか、ああいうのって、なんかチェーンできないじゃないですか。なんか他の効果。あと、オルタナティブのなんか特殊召喚する効果とか。あれってチェーン組めないので、あれ基本的に特殊召喚するためのルールなんですよ。まあ、条件。なんで、ああいうのは、無効化できます。この、ローチで。なんですけど、カードの効果による特殊召喚。これがね、このモンスターは無効にできないんですよね。
テキストからちょっと読み取れない、効果になってるんですけども、例えばネオスフュージョンで出てくるブレイブネオス、あれはネオスフュージョンという魔法カードの効果によって出てくるんですよね。これはね無効ができません。このモンスターは特殊召喚なんですけど、そのあれは魔法カードを直接無効にしないと無効ができないと一緒なんですよ。これはもうコンマイ語です。これ覚えてください。あの効果にの特殊召喚、あとは例えば、そうだな、融合、あのサイバーロードフュージョンとかで出てくる、まあキメラティックなんかランページドラゴンとかは無効化できません。あれはなんでかっていうと魔法カードの効果で出てくる特殊召喚なんで、儀式召喚でもそうですね。あのイリュージョンの儀式で、サクリファイスを出すよっていう時に、あのサクリファイスは、イリュージョンの儀式の効果で出てるんで、特殊召喚してるんで、その特殊召喚は条件じゃなくて効果による特殊召喚だから無効化できないっていう。条件と効果、これはね覚えてください。もうこれはもう、ね、コンマイ語なんでこれは覚えてもらうしかない、そういう風に。でじゃあちょっとね、皆さんにちょっと問題を出しましょう。問題を、炎王神獣ガルドニクスさん、あれね、あの破壊されると、あの効果で破壊されると墓地から特殊召喚するよっていう効果なんですけれども、あれはローチで無効化できるでしょうか、できないでしょうか。さあ考えてください。これね無効化できないんですよ。これはガルドニクス自身の効果による特殊召喚なんですよね。この効果ってチェーンできるじゃないですか、なんかの効果だから、これはね無効化できないんですよ、インベルズローチでは。ではライゴーリュサンダードラゴンの効果、あれは無効化できますか。そうなんですよ、無効化できるんですよ。あれは無効化できる。あれはなんでかっていうと、そう、条件だからなんですよ。その召喚するための条件だから。これかなり難しいですよね。このね、まあ、俺自分で言ってても頭こんがかってくるんですけども、条件と効果は違うということは、覚えておきましょう。さあ、そしてお次はこいつですね。ナンバーズ70、デッドリーシン。こいつはね、まあ、バカほど強い、やっと登場した、除去持ちランク4です。除去持ちランク4。相手を除去できるっていう、貴重なランク4。これはですね、今までリンクスにはほんとダイヤウルフとかくらいしか、除去持ち、まあ一応まあ、ブラックコンゴっていうもろこしみたいなやつはいましたけど、ああいうのを除けば、汎用的に相手のモンスターを除去して自分のモンスターが、ダイレクトアタックとか攻撃を通せるっていうモンスターがいなかったんですよ。デッドリーシンはそれができます。効果、レベル 4×2、一旦に一度、オーバーレイユニットを一つ使うと、相手のフィールドのモンスターを裏でも表でもいいんですけど、一体、ゲームから除外します。相手のスタンバイフェーズまで。で、こいつが攻撃したダメージ系 ステップ終了時に、打点が300アップして、ランクが、3つ上がるよっていう効果。まあ、2番はおまけみたいなところあるんですけども、この1のね、除去する効果がすごい強いんですよ。まあ、もちろん相手スタンバイに戻ってはきますけど、リンクスっていうのはライフが4000しかないんで、除去できるランク4はね、それだけでね、価値があるんですよ。ライフ4000すぐ削れるでしょ。だデッドリーシン2体出したら、大体のデッキワンキルできますからね。オノワトデッキとかは多分ね、このデッドリーシーンの登場によって絶対環境に行きますね。デッドリーシーン、まあ強いです。オノワトデッキで高校取られたらデッドリーシーン2体出てきて、相手のモンスター2体除去してワンキルチグルって思ってください。もうめちゃくちゃ強い。このモンスターね、名称単位しかないんで、だから何回でも使えるんで、何体出しても何回でも使えるんで、はい。なのでまあね、オノマト、まあ、今回のパックはどういうパックかっていうと、もちろんフォトンとかギャラクシーアイズとか入ってるんですけど、ことオノマトデッキがかなり強くなる、パックかなというふうに思ってます。はい、エクシーズモンスターのお勉強会は以上でございます。ちょっと早口になっちゃって本当に申し訳なかったんですけども、かなり分かりづらいなと思ったんで、特にローチが、なので解説動画を作りました。ちょっとね、テロップとかもかなり少なめに多分作ってると思うんで、まあちょっとバーって聞き流していただくしかないんですけども、頑張って覚えましょう。新環境エクシーズ分かんないとついてこれないぞ。コンマイ語は日本語よりも英語よりも難しい。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。